教育公務員とは、教育に密接な関係性を有している公務員のことである。日本では、通例、教育公務員特例法第2条で定義されている地方公務員を指す。教育公務員は、教育公務員特例法第2条で定義されている概念であり、地方公務員のうち、学校教育法第1条に定める学校であって、公立学校の学長。 副学長、学部長、大学の教養部の長、大学付属の研究所、病院、図書館の長、教員、教育委員会の教育長、指導主事、社会教育主事である。このうち、教育委員会及び、公立学校の職員は、地方公務員としての一般法である地方、公務員法の適用を受けるが、教育公務員特例法は、 地方公務員法に対する特別法として、教育公務員の職務と責任の特殊性に基づき、任免、分言、給与、懲戒、含む、研修、職員団体について、規定を設けている。公立学校において、教員の職務に準ずる職務を行う者、国立、または、公立の専修学校及び、各種学校の校長及び教員は、教育公務員ではないが、 政令に定めるところにより、教育公務員特例法の規定が順用される。なお、日本の国立大学の教員はみなし公務員であり、公務員ではない。ありがとうございます。